注目選手はやっぱジャスパさん解説もらえるの？欲しい。欲しいよね、その選手がどういう方なのかって。そもそもマッチングとかするでしょ？マッチング、一人一人？なんか一人一人どんな人なのかみたいな。マンチキンは、もう、オーバーウォッチの頃から最強だった。オーバーウォッチリーグな。オーバーウォッチで最強ぜ。で、ヒロトは？ヒロトは、オーバーウォッチは、まあ俺の方が上手かったけど、バロはもう、えぐいね。バロあエとグ。ね、ムードメーカー。絶対に雰囲気悪くならんで有名やね、ヒロト一人おると。でっかいね、それでっかいね。これは本当に有名。ランクマッチもそうだけど。絶対に雰囲気わかるかな。で、メイデューは、まあ、マンチが韓国語できないから、メイデューからマンチからメイデュー行って日本のみんなにみたいな、もうなんか、ああ、ちょっと通訳そう、通も訳も返してしてくみれ、てね。コミュニケーションやってくれるから、マンチとも連携が取れるみたいな。メデューが日本語話せるの？メイデューが日本語話せる。なるほどあ、ね。日本語話せる韓国人なの？そう。へえ。なるほど。韓国人ってか、なんていうの？ロルと一緒に、ロルってさ、なんか他の国籍の人に2人までとかあるじゃん。バロもあんの？はいはい。に、2人まバで。ロに？に。で、マンチキンが IGL よね。インゲームリーダー。次のラウンドをこうして、何々しようみたいな。こう勝って攻めようみたいな。どこまでやるのか分からんけど。あんな強いのに IGL のマジですごいよな。マジでかっこいい。使うを注意って覚えてて大変ってコメントがあるんだけど、なんだ？ん？使うを注意って。ずっとマンチは、ウルト使うってのを注意だと思ってたらしくて。ああ、なるほどね。そう、ずっと、リアンウルト注意、ウルト注意、ウルト注意って。ああ、使ってって意味で。相手のウルト注意みたいな。なるほどね。ずっと勘違いしてたっていう話。で、ネスさんが、俺で、マンチ、使うのこと注意っていう、覚えてないみたいな。ああ、ウルト注意って言いながらショーストッパー打ってたんで。じわるな。そう。で、本番前に分かったんだけど、それが判明したんだけど、本番でもしっかり言っといや、しっかり打っとったか。た。まあ、なかなか抜絶対けんしわなくな。ていいじ逆ゃん。にでも、もう、分かってるやん、もう、注意なるがほどね。使うって。まあ、もう、チーム翻訳みたいな感じやな、もう。かわいすぎる。でも、オーバーウォッチやってたら多少わかるかもな。